実はブラス君が入園した時の格好がすごい特徴的だったらしくて、あの子保育園来た初日の日にをしてたのに、これイラストみたい、イラストでした。生まれはロシア、ロシア関西、舞台は東京、ピロシキーズです。今日はね、ちょっとスペシャルゲストですよ。嬉しいよ、星野ルネさん来ていただきました。はい、生まれはカメルーン、育ちは関西、舞台は東京、漫画家の星野ルネです。素晴らしい。知ってる知ってる、いや知ってるよ、もうフォローしてたよずっと。そう、まあ、あのね、すごいの、その漫画家でいらっしゃって、はい、カメルーン出身で兵庫県、まあ、姫路市って自分と同じとこに住んでて。あ、そうなんや。そう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 、で、最近漫画を出してる外国の人がおるっていうので、しかも姫路出身やでとかって言って、ファンの人からね、よく言われて、お本とかって読んでた。普通のさ、外国人がまあ書きそうな漫画ってさ、うん、ここが日本っておかしいよねみたいなことをさ、うん、書くことは多いけども、うん、嫌味じゃないっていうな、直すべきことっていう見方で書いてるというよりも、うん、なんか本当にありのままの自分の体験をちょっとクスッと笑える話にしてるのがすごい読みやすくて、これちょっとすごいファンになったって。ある。そうです。そう、え、でそう、どういうつながりなんですか。実はちょ、僕のフォローしてくださってる方も、ルネ君、ルネ君と出身地が同じロシア生まれの面白い子がいんのよっていう、で僕もメッセージもらって、多分同じ人からそうメッセージ、そう同じ人のなるほど、ファンの人が一緒やったんやな。そう、そう、で連絡を取ってやってみたんですよね。で僕もそう調べたら、あ、ブラス君っていう、あ、姫路で、あ、こんなおもろい感じでって言って、ツイッターでメッセージ送ってみて、あのファンの方に紹介していただいたんですけど最初30分ぐらいちょっとズームしませんみたいなのやったけど、3時間ぐらい喋ったね。喋った、さっき今2時間ぐらい喋ってたよ。そうやね、始まる前も喋ってたやん。保育園とかも一緒やったん。そう、保育園で一緒なの。そう、そう、実はあの僕広峰保育園っていうね、姫路市内の保育園で卒園なんですけど、保育園まで一緒っていうのがズームで分かって、マジでってなって、しかも妹さんとかと同級生の保育園もすごかったの。あの人なんかって、あの人のお兄ちゃんかみたいな感じで、はいはい、でね、うん、僕その保育園の実は副園長先生かな、真由美先生という先生がいるんですけど、はい、覚えてます。真由美先生覚えてるって言う、多分見てくれると思うから一回ここは多分うまいこと全部とりあえずカットして真由美先生って覚えてる。真由美先生覚えてるかも。芝居下手だ。その真由美先生にブラス君って覚えてますって聞いたら、あーって言って、そう、シアの子みたいな、覚えてますねって言ったら、いや、それ覚えてるよ、だって実はブラス君が入園した時の格好がすごい特徴的だったらしくて、あの子保育園来た初日の日にサングラスしてネックレスをしてたのに、それイラストみたい、イラストみたいな感じで来たらしくて、こんな格好で来た子がおるから、やっぱブラス君じゃねえかよ。そう、4歳のブラスです、ロシアから来ましたっていうやつ。こんな園児おる初日に。厳密に言うとロシアで実はもう小学校行ってたの、うん、あ、そうなん、飛び級で、はいはいはい、4歳から入ったのにテストを受けて、はいはいはい、でもう2年生ぐらいまで行ってて、うんうんうん、でそこから日本に来て、うんうん、なんか幼稚園からやり直しやみたいになって、うんうん、ふてくされてた。なんで保育園また行かなあかんねん、小学生こっちも掛け算してんねんけど、そう思いながら、じゃああれは他の園児のマウンティングだ。そうだよね、もうこっちはサングラスなんてしゃべらない。ネックレスでロシアの男の子が入園してきて、多分他の子たち何じゃこりゃっていう、普通にしとってもまあね、見た目でだいぶ目立つやん、うん、あ、なんか外国から来たんかなってなるのに、もう足してるからね。もうこう、もうハードルを逆に上げてるっていう、自分で作るっていう壁をね。でもね、あの保育園にはめっちゃ感謝してて、うん、英語が分かるわけじゃないやん、ロシア人やから、うん、もう完全にロシア語しか分からへん子を、うん、俺保育園行くとこないわけよ普通やったら、うん、もう無理やん、なんか会話とか、でそれを園長先生がなんかお父さんの知り合いの知り合いだとかなんかで、あ、うちやったら入れたるわこれ
何がおもろいかっていうと、さっきと全く同じエピソードが俺の漫画に入ってます。そうそう、あった。そう、もう同じ言い方で、これ漫画なんやけど、お父さんおって、うちの息子フランス語しか話せないんです、園長先生構いませんよ、うちの子で全く同じで園長先生が入れるっていう入り方と同じで、やだちょっと後ろ入ったいよ。俺ね、ブラス君にはこの場を借りて、僕にありがとう本当に言ってありがとうって言ってほしい。そうやね、っていうのも初めてやったらしいよ、外国出身の子供で日本語がわからない子っていうのは。で、僕の時に園長先生が行ってみようってなったんです。そういうことか。で、先生たちが頑張ってくれて、園長先生 OK って言っても自分子供見るから、見るのは他の先生だね。で、そこで先生たちが頑張って、なんとか僕をちゃんと卒園させれて、広峰保育園は外国の子、日本語わからへん子行けるとなったからこそ、ブラスに来た時もブラサーネックレスは変やけどまあいけるやろうと僕がおったからスムーズに。いや、もう、もうありがたいです、先輩、感謝ですよ、本当にそれはもうね、大感謝。あ、そう。でも結果として、こんなホモが世に排出されてでもこれってすごいことじゃない。いや、すごい。そもそもだからさ、日本という場で、もしかして馴染みのない国もおれば、アフリカ行くからも人もおれば、LGBT でもあり、ダイバーシティじゃない。ダイバーシティ、すごいすごい、ダイバーシティ、すごい、すごい。だから日本のダイバーシティを作ったのは広峰保育園で、俺でも最初でも入った時、やっぱサングラスやったから、周りの子はみんな話しかけてくれへんのみんな怯えてたのね。それでも妹さんとか他のクラスによるから、外国人に対する怯えではない様子で、サングラスに対する怯えだったのね。それは俺初めて馴染んだのが、お道具箱が配られたのね。でその中に入ってるノリがあって、ノリがこう指で乗るタイプのノリを幼稚園で使うの分かる。あ、分かる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 。黄色い入れ物。そう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 、ひよこみたいな。ほんで俺それを持った時に、みんな俺のことを見て、あ、なんかお道具箱あいつ見よるみたいな、サングラス越しに行ったよ。サングラスその時もサングラスつけてるのかよ、お前は。めっちゃいい匂いすんねん、あのノリって。なんか、あーって思って、俺は、あっ、バカじゃん。舐めそうになった時に、日本の子が俺を救おうと、あかんでって言われて、初めて日本人と会話したの。そこない。そう。一番最初の会話はあかんでで。あかんでって言われて、で俺はあかんのって。あかんのって言ってへんやろ。言ってないんだけど。あかん。でそういう気持ちで見て、でそこから初めて、あ、この子普通に話せる子なんやなってなって、で日本語全く話せへんかったけど、一番最初に覚えたら日本語あかんで。そう。どれぐらいで日本語でも話せるようになったの？三ヶ月。あ、でも確かに2、3ヶ月ぐらいだね。3ヶ月ぐらい、それぐらいなんだ。え、どっからでした？俺全部ぴったり3ヶ月。え、なんでやろ。一緒だ、一緒。2、3ヶ月やねん。だから、こいつ広めの保育園ですよ。違う、うちは全然違うから入ってた。え、どこに？うちは塚本小学校。小学生の時です。え、あれちゃん、どこの場所は？大阪の。あ、大阪や、一番から悪い。あ、でやそうやね、南の帝王が撮影されてるから。あ、そう、遠悪い。遠悪い。それ、映画やから。いやでもうちも 2、3 ヶ月やったな。なんか何これっていうのを覚えて、でその初日学校に行って、何これ何これってやってた、ずっと。え、覚えてからすぐ何これ使いますか？何これっていうのを一番最初に覚えた。まあそれをそう親に教えてもらって、全然わからへんから、でいろんな子たちがこうついてきて後ろから、何これって言うと、階段とか手すりとか言って言われて、おお手すりとか言って帰った。そうやっていろいろ聞くっていうのは偉いな。俺何も聞けない。何も聞けない。難しがりやから。え、でもすごいな。それでも3ヶ月で喋れるようになるもんだ。でも勇気を出して友達ができたこの家に行ったことがね。ピンポンって鳴らして、どちら様ですかって言われた時に、ブラス君でーすって言って、自分を君付けで言ったのがあまりにも可愛いっていうエピソードで、地域の人気者になった。ねえ、そうか。自分のことを君付けで呼ぶ可愛い子がいる。シミュレーションの時もサングラスをかけてた。友達にかけてた。広峰保育園の運動会では、俺かけっこが圧倒的1位だったのをすごい覚えてる。俺なんか特にさ、アフリカ人イコール速いのイメージがある。だからもう、みんなに速いと思われてるし、俺もそういうもんやと思い込んでて、まあずっと1番やったのね、俺も。で、小学校4年生ぐらいの時から、初めて3番になって。まあ普通やん、そうだ、別に自分より速い子がおるのは普通なんやけど、周りにおった人の反応が、え、アフリカの子負けてる。え、
調子悪いんだって調子悪い買って普通やからえ調子悪かったんかなみたいなざわめきどよめきが起こって俺泣き出してもっていやうち英語のなんかプレッシャーがすごくあったすごいあっち向くうまいやろみたいなでそのなんかアリちゃん呼んでくださいって言われた時にこうシーってすごいなるから、うん、めっちゃ嫌やった、もう海外のアーティストが来たみたいなもう頑張って This is the world すごい頑張って発音よくしてた俺昔ねTM レボリューション大好きやったんですよああ似合わないねそうで学生時代に男さん女さんでカラオケ行ってこう TM 大好きからここでそうな季節にって言って歌い終わって女の子の顔見たらああ似合わへんわ次はもうちょいレゲエとかヒップホップっぽいやつにしたらええんちゃうって言われてミキドーさん歌ったんですよまあちょっと近寄った、うん、一生一生に行ってくれよしたら女の子の反応ちょっとああちょっと英語はでも普通に話せっていうか全然あのカメルーンも俺の地域は公用フランス語やったあそっか英検何級ですか英検なんてそうです俺英検顔パスで2級まで取った顔パスで2級です顔面接官は日本人で、うん、いやこっちの方が楽しいですけどって顔でやったら分かっとんねん英語喋るって当たり前と思われるでしょ。そう俺はね、あの、Nintendo DS のゲームで、英語付けっていうゲームがある。買ってた買った英語付けそう。英語をめっちゃ勉強できるやつで、これやったらええわと思って、レジ行った店員さんが、俺の顔見せて。こちら、英語の勉強するゲームですけど、大丈夫ですかって言って、大丈夫です。え、あ、はいって言われて。見てる人、外国人の日本育ちとかね、ハーフの人とかね、英語喋れる人多いからね、頼んで。うちなんかおかんが外国の人やんか、お弁当カメルーン料理やん、バナナをスープに入ってしまうから。